こんにちは、ビハイヤ株式会社の松村です。新しく案件が発生したのでご紹介です。テキサスホールデムポーカーの、プログラミングということで、ブラウザおよびアプリケーションを使用してのネットワーク対戦型ゲームのプログラミング、こちら仕様書がありますので、それに沿って作っていく形になります。受託で構いませんので、もしですねそういった開発ができそうな、会社様がございましたら、お気軽にお声掛け、お問い合わせください。詳しい情報をご提供させていただきます。よろしくお願いします。